昼になりました。阿部寛です。本日もよろしくお願いします。はい、今日はね時間がありません。早速いただきます。デイリーで塩おむすび、これ1個98円でした。大きな塩おむすび、はい、こちらをいただきます。うまそう。おわ、立派な。思ったより塩は効いてない。うん。でもお米が美味しい、ご飯が美味しい。めっちゃふっくらする。本当にこれ塩入ってる。うん。美味しい美味しい。もっと塩辛いおにぎりを想像したったんですけど、うん、マジで今日は時間がない。時間がないけど飯を食う時間だけはね、取らせていただいております。はい、まあ。昼飯はちゃんと食べてよっていうね、会社が言ってくれるので、そういう会社なのでありがたいです。まあでもなるべくちゃちゃっと。なのになんで俺はビッグにしたかな、これ。しかも暑いのに、猫舌なのに。残ったスープはちょっとまたコーヒー代わりに飲みながら走りたいと思います。うまい、やっぱカレーヌードルうまい。ちょっとドロッとこの塊絡んだ部分がうまいですね。うん、今ねここ朝町のあたりにいるんですけど、楠の木台の近くにいるんですけど、山にはね雪が残ってますね。うん、なんか田舎の家でね、テレビの前にこたつがあってさ、でそこでちゃんちゃんこ来てからさ、これをなんか食べたいですね。今なんかふとそういう情景を思い浮かべましたが、ね、僕らが子供の頃なんてスマホなんかなかったです。 YouTube なんかなかったけんね、やっぱテレビ見るぐらいしかなかったんで、今はね、ほんと便利ですよ。自分の好きなジャンルのものが見れてね。
うまい。車内が曇ってきた。それだけ外が寒いっちゅうことよ。うん、鼻水が、今一番うまいところを食べております。そこに溜まった麺のカスと具材、じゃがいも、うまい。あとまだこれぐらいちょっとスープが残ってるんですけど、本当に時間がないんで、もう運転しながら食べます。地の方へ抜けていく道なんで、車がほとんどないし、いませんし、信号もありません。うん、うまかった。はい、ということで本日はデイリー山崎で塩おむすびとカレーヌードルビッグをいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。